ね、ペンサ TV in 京都。こんにちは。こういうテレビやってるんでよろしくお願いします。ね、ペンサ TV と言います。フェイクニュースなしです。どうも。フォローしてください。ネペンサ TV って言います。フェイクニュースなし。ありがとう。食べながら歩く行為、アルコールを飲みながら歩く行為はご遠慮いただいております。商品は買ったお店の前やお店の中、もしくは商店街内のリードスペースでお召し上がりいただきますようお願い申し上げます。また、感染症予防のため、会話をする際はマスクの着用をお願いしております。マスクを外しての大きな声での会話などはお控えいただきますようお願い申し上げます。手もいっぱいやん。引き続き錦市場内でのお買い物をお楽しみください。席払いもっぱいあるな。こいつにちょっと質問してみようか。すいません、こういうテレビやってるんですけど、あなた関係ないですか？嫌がらせとこに関係がないですか？いじめとか差別やってますよ、そういう人。YouTube とか興味ない？全くない。しょうもないな。労災と一緒やん、こいつら。学生悪いな。YouTube やってるんで、もしよかったらフォローしてください。ネペンサ TV っていう。あ、はい。お願いします。フェイクニュースなし。俺有名なったらみんな自由や。今ストーカーして、詐欺師が権力握って、はいはい、わけわからんことやってるやつ。はい。オリジナルは。そうそう、ちょっと宣伝しようと思う。いい人、ここはいい店。宣伝しておきますね。ありがとうございます。ありがとうございます。YouTube やってるんで、もしよかったらフォローしてください。ネペンサ TV って言います。YouTube やってるんで、ネペンサ TV って言います。もしよかったらフォローしてください。YouTube やってるんで、ネペンサ TV。ネペンサ TV っていうんです。 YouTube です。フェイクニュースなしです、はい、お願いします。YouTube やってるんで、もしよかったらフォローしてください。フェイクニュースなし。えらい並んでる。鳥専門店。ここが錦市場か。YouTube やってるんで、もしよかったらフォローしてください。ネペンサ TV っていう。
アイス悪いの、ほんま。アイスを悪すぎたろう。ネペンサ TV って言います。もしよかったらフォローしてください、 YouTube の。はい、ありがとうございます。フェイクニュースなし冷たい社会やろ今そうですね、みんなストーカーして政治家がなりすましてるっていう時代。あ、そうなんですか。だからこれが有名になったらみんな自由そうですね。今職の京子さんとペアやってて、よかったら。あ、そうなんです。撮影できます。こういう YouTube やってるんですけど、店内映して大丈夫？今日は無理です。あ、もしよかったらこれ覚えて、はい、フェイクニュースなしな。あ、わかりました。ありがとうございます。ありがとうございます。一応宣伝しとこうか。YouTube やってるんで、もしよかったらフォローしてください。するわけねえよな、こいつら。嫌がらせやってるやつがするわけねえだろ。こういう YouTube の番組やってるんで、もしよかったら見てください。ネペンサ TV って言います。お願いします。フェイクニュースなしです。京都も冷てえやつ多いな。こういう YouTube やってるんで、もしよかったらフォローしてください。これも怪しいな。あ、ネペンサ TV っていう YouTube の番組やってるんで、もしよかったらフォローしてください。ありがとうございます。フェイクニュースなしです。あ、はい。冷たい人多いな、でも今日。YouTube やってるんで、もしよかったらフォローしてください。あ、はい、ネペンサ TV って言う。ネペンサ TV そう。フェイクニュースなし。これ有名になったらみんな自由、いじめもなくなる、はい、ありがとう。いい子やな。あ、ネペンサ TV って言います。もしよかったらフォローしてください。いじめをなくそうとしてるんです。フェイクニュースもなし。みんな、あ、ネペンサ TV って言うんで、もしよかったらフォローしてください。まあ、いじめとか嫌ですもんね、みんな差別。で、フェイクニュースもなしなんで、お願いします。宣伝しておきますね。でも、共産は。YouTube とかやってないですか？もしよかったらフォローしてください。 YouTube とかやってないですか？興味ないです。じゃあ宣伝せんとこう。関心ない人は嫌がらせに関わってる人。 YouTube やってるんで、もしよかったらフォローしてください。ネペンサ TV って言います。そういう YouTube やってるんで、もしよかったら。うん、みんな。いじめとか差別嫌ですよね。フォローしてください。フェイクニュースもなし。ネペンサ TV って言う。嫌がらせ集団は無視するだろ、やっぱり。何生きっとんねんっていう話やん。ダサいの。いじめやるやつはダサいやつ。これで料理してください。ない。ないって言っちゃうから。
市場長いな。 YouTube とかやられてないですか？ネペンサ TV って言うの。冷たいな。嫌がらせやってるやつらは無視すると。興味ないネペンサ TV、 フェイクニュースなしやで。うわ、美味しそう。あ怖がる人らはいじめやってる人。集団ストーカーとか興味ない。こういう YouTube やってるんですけど興味ない。冷たいな。 YouTube やってるんでもしよかったネペンサ TV って。これ有名だとみんな自由や。みんなストーカーして成りすましてる政治家が今やって、コロナや嘘ばっかり言うてる。まずここで一旦終わろうか。ストーカー集団だらけ。 YouTube とかやってないですか？無視するやつらは嫌がらせやってるやつら。